100おめでとうとありがとう。じゃーん。餃子。餃子が家にあったので食べまーす。餃子、餃子。公園終わり、餃子。最高ですね。あふ。お疲れいってありがとう。公演終わり。最近さ、ショールームロンドンモバイルの配信以来できてなかったから、公演の時とかしたかったのでできてよかった。うん、うんうん。みゆくんもありがとう。やばい、最近調子乗ってお菓子食べてたからちょっとまた太ったかもしれん。痩せないとね。これなんて髪型。これはお任せしました。そう、これが愛なのか。100万回行きましたよ皆さん、ありがとうございます。見てくださって。ママも家で毎日見てる、寝る前に。あやま、くまありがとう。そう、最近ジオンさんと仲良しなんです、私。シカオ、甘い猫のパン、ありがとう。ありがとう。みんな優しいから全然太ってないって言ってくれる。わかる。コヨリンとテンナがね、M では新芽なんですけど、出るとき。二人で出るときね。私もね、コヨテン大好きなんで嬉しいです。勝手に、え？新芽なん？とか言って練習してました。練習してるときから。やば、コヨテンやんって。そう。みんな、劇場でやってるけど、やっぱリアルでこの目線で見るとやっぱちゃうねんな。みんなやっぱ劇場とちょっとちゃうって言ってくれる。うん。ケン、クマのタワーありがとう。ありがとう。ケン、レインボースターありがとう。初めてレイパンの握手会、受けて嬉しかった。レイン、来てくれた。ありがとうね、みんな。来てくれた皆さんありがとうございました。会えなかった方も、今ここで配信で会えてるので、嬉しいですね。こんばんは。餃子食べてます。
なんやろ、芯ありがとう。カラフルなやつ。さっき帰ってきました。ルームサイトは絶対楽しいよって言った。ルームスおいで。おいで。そう、ジオンさんがいつもハガポンって呼んでくるからね。レポンですって言って。言い返してる。餃子とご飯一緒に食べる派です。でも、ちょっと、気持ちばかりのご飯はやめといた。本当は白米が欲しい人ですね、餃子の時は。レイ、ミラーボールありがとう。キラ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 ー。めかい楽しかった、ほんまに。ありがとう、来てくれたみんな。何時までやるか決めてないけど、45分ぐらいかな。課題やらなあかんの？大変や。でも、30分だけレイと話そう。水軍スピードかわいい、ありがとう。やった時一番対応よかったよって。嬉しい、ありがとう。あ、ロンドベル。カラフルなやつ、ありがとう。みんな肩たたき、いろんな人のとこ行ってたん？自慢しといてな。レイのとこ来てなかった、周りのファンの方に。レイポンのとこ行けばよかったのに、って。なんかみんな、握手会？列すごいって言ってくださってたんですけど、嬉しいことに。でもね、逆にそんな、朝早くからね、レイは3部からやったから、まあまあ早起きやんか、1部とかに比べたらそれはちょっと時間は余裕あるけどさ、朝早い家出る時間とかは多分早いと思うから、みんな早起きして準備してきてくれてありがとうって思いながら。ありがとう、ほんまに。久しぶりにツイッターにシェアしよう。ポスト。みんな会いに来てくれてありがとうね、ほんと。ケン、レインボースターありがとう。めっちゃさ、みんなお洋服とか考えてきてくれたりさ、女の子やったらメイクしたり髪の毛してきたりとか。大変やのに、男の子やったらヘアセットしたりさ。大変やのに、ありがとう、遠くまで来てくれて。よっちゃん、ありがとう、ありがとう。みんな釣られたって言ってた？ほんま？じゃあまた会いに来てな、レインとこに。関東もね、次は8月に握手会があるんですけど、その時も超絶可愛くしていくので、待っててください。待っててね、本当に。関西でも関東でもこうやってできるのは嬉しいことですよ、本当。
オンラインもありますので。そして何といっても、ライブもありますからね。久しぶりに実物のレッポ見たけど、やっぱ可愛かった。お、久しぶりに会いに来たわ、あかんで。また会いに来てすぐ。カズマ。クマありがとう。嬉しい。ようちゃん。クマありがとう。なんか、肩たたきしながら、本来喋ったらあかんのかもしれへんけど、あんまルールは、レイも覚えてないんやけどな。でもなんか、写真もさ、早くポーズして撮らないとあかんし、って思って、なんか、肩たきの時、まあ、レイの一方通行になってもいいやと思って、お話、できる時は、しちゃったよね、いっぱい。お話したすぎて。わ からへん。お話したらあかんのかわからへんから。なんか一応さ、握手会の方ではさ、仕切りとかがあったからさ、あ、もしかしたら仕切りないからあかんのかなと思ったけど、まあ、一回も注意されへんかったから、多分大丈夫。カメコの写真が好きすぎて押すことにって、ありがとう。見たよ、写真。クリスマスの時のカメコ撮ってくれてた。ありがとう。またいっぱい会いに来てね。撮ってね、可愛く。ほんまにカメコさんってすごいと思うねん。動いてるのにさ、可愛く撮ってくれるやん。ほんまにすごいよ。肩とか絶対疲れるね。そうのすけ、クマありがとう。ちゃんやま、頑張った、ありがとう。わ、この時間めっちゃ見てくれてる？みんなもしかして。ありがとう。そう、スクショも難しいしさ、レイなんて自分で自撮りしてもさ、目つぶってるシャッター押してる時あるのにさ、ほんまにみんな、天才だよ。毎日会いたい。レイも会いたい。だから配信できる時するわ。ちょっと落ち着いた気がするから、いろいろ練習したり、して合間縫って、配信できそうやから、またする。あ、ロードモバイルしよう。また配信しながら。今ちょっと違う携帯じゃなくて、普通のいつもの携帯にしてるからできひんわ。水軍スピリットありがとう、ありがとう。あんな時間からさ、餃子食べてんのやばすぎね、普通に。そう。レイちゃんとローモバやってますので、
着々と白レベル上げてますので。なんかね、レイもやり方わからへんし、未だに全然わかってないんだけど、とりあえずそのなんか、白レベル上げようと思って、特訓みたいなところで、特訓みたいなのを押したら、なんか矢印出てくるから、それを、に従ってるだけ。それに従ってるだけやから、ほんまに、今白レベル何かはちょっと正直わからへんぐらいやから、あれやし。で、今ね、あれやね、なんか自分の戦力が足りひんから、攻撃したら負けますみたいなの出てくるのね。今、ダークなとこで戦いたいって、戦いますって押したの。それどうしたらいいの？どうしたらいいの？あ、しかもちゃんとレイは兵士を避難させてます、夜。でも一回兵士全滅しましたね。さすがに朝起きて震えました。カズマ、クマありがとう。え、レイお城燃やされてんの？レイは燃やされてないよな。燃やされてるってどうやったらわかんの？わからへんねんけど。兵士増えるまではやらなくていいんちゃう？え、でもな、兵士めっちゃおんねん、今、レイ。マジで今、1万ぐらい兵士おんねん。で、え、今度行ったらさ、攻撃されるから、やっぱ黙っとくわ。兵士は 結構おんねんけど、だけど、戦えませんって出てくるのね。やのに戦えへんの？バリア？使ったことない。スノーマン、レインボースターありがとう。もうさ、どうしたらいいか分からへんから、ちょっととりあえずみんな一緒にやろう。明日やろう？ みゆ、くまありがとう。ルームス来月から入りました。ありがとう。待ってるな。兵士のレベルは 兵士のレベルはどうやってあげたらいいんですか？どうやってあげたらいいんですか？バリアしなあかん。どうしよう。ん？バリア。避難やったら燃えるお城。避難やったらお城燃える？これは背景はね、生誕の時のレイのイラストなんだ。あ、見て、たい焼きプリンセス13位やって、今。やったー。13位だ。ん？もうあんの？研究したらどうなんの？研究？とりあえず研究したらいい、今から。うわ、待って。ちょっともう一個の携帯でやろうかな。嘘。あと5分しかないからやめとこう。研究したら強い兵士を作れるようになるんやな。わかった。じゃ、研究するわ、とりあえず。え、研究したら、避難したらどうなる？ え、どうなる？避難だけでお城燃える？ 研究したら戦えるようになるんやな、とりあえず。わかった。研究して兵士のレベル上がって、避難だけじゃ燃える？燃えたらレベル0になる。今ね、レベル10ぐらいまで来てるんやけど、お城。どうしたらいいの？レイ。今、城レベル10ぐらいまで来てんねんけど、燃えたら0になんの？なんでも燃えんの？バリア？バリアあるで使ったことないから。あ、白レベル12、え、めっちゃあるやん、白レベル。すごくない？だってね、2日前まで2やったで、白レベル。やり込んじゃってますわ。あ、みんなギルド待ってるな？ギルド、155。315 300、
17、159、忘れた。1555、317、忘れちゃった。ギルド忘れたわ。今塗ったリップはな、これやけど、アミューズの。これテンナとお揃いやった。やけど、これじゃなくて、もう一個おすすめがあるから、それまた載せるわ。今、ルームスでな、めっちゃ長編動画を編集してんねん。もう4日ぐらい編集してんねんけどな。編集苦手すぎてな、4日かかってるからな。頑張るわ、編集。バリア使ったこと、あった。ギルドタグ、H アンダー、大文字 H アンダーバー R。みんなスクショして。H アンダーバー R。じゃ、白の座標は K1555、X397、Y159 です。これで皆さん、私のギルドに入って、いっぱい、頑張りましょう。共に戦いましょう。そう、めっちゃいい。今、めっちゃ頑張って編集してるから。だから、それを楽しみにみんな、ルームス待ってて。今からでもいけんで。攻めんといてみんな。待って、この配信中に攻められたらどうしよう。そんなんしたら意地悪やで。そんなん、卑怯。ゲームやのにそんなこと言う人。そんなあかんでみんな。そんな意地悪せんといったら絶対燃えてませんように、燃えてませんように。燃えてませんように。ほんまに怒るで、レイ燃えてたら。もう、グーパンチ飛ばすから一人一人に。燃やした人。一人一人に、もう俺許さんからな、燃やしたら。でもみんなギルドで待ってるから、一緒に仲間になって。全くの初心者で大丈夫ですか？大丈夫？だってレイも初心者やから何もわからへんもん。今も何もわかってないから。とりあえず、なんか、戦える、どうしよう、燃えてたらどうしよう。なんか、燃えてたらどうしようで帰ってある人嫌や、お前。ちょんまい燃えたらどうしよう。みんな守って。ほんまに嫌や。どうしよう。レイも初心者で、戦えれるのに？戦えれる場所だけ戦ってるから。燃えてない？よかった。みんなお願い。燃えんといて。燃えさんといて。もうレイ、終わったらすぐバリア張るから。バリアどうやって張るやったっけ？虫眼鏡？リュックか。リュックな、もう絶対張るから。みんな守っといて、それまで。わかった？ってことで。でも41分なので、一旦壇上見しちゃいたいと思います。公演終わりにみんなありがとう。来てくれて。夜遅くにありがとう。では、13位。つりちゃん。ありがとう。12位、トマトさん。ありがとう。11位、シカオ。ありがとう。10位、ロンドベル。ありがとう。9位、スノーマン、ありがとう。8位、チャンヤマ、ありがとう。7位、カズマ、K、ありがとう。6位、ヨッちゃん、ありがとう。5位、水軍スピリット、ありがとう。4位、ミユ、ありがとう。3位、サトマサ、ありがとう。2位、シン、ありがとう。1位、ケン、ありがとう。ありがとう、みんな夜遅くに。ほぼ半分ぐらい餃子食べてたけど、もばめも送ったのでぜひ見てください。今日は、リュックか、オッケー。今日はアンジュさんの生誕祭だったので、とても、ホールもね、たくさん皆さんしてくださってて、アンジュさんのファンの皆さんがすごいこう温かい目でアンジュさんのこと見てて、なんかやっぱ生誕祭っていいなと思いました。では、最後にスクショタイム引いちゃおう。パシャ。ローモバ頑張るぞの、これ。パシャ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 。ありがとう。もう今日はカラコンも撮ってメイクもほぼ落ちてて、ビジが悪いので、この辺で、スクショタイムは。バリアポーズ？
これ。小学生の時に NMB 好きになって調べて、キューキ密着でレイポン一目惚れして戻ってきたって。ありがとう。嬉しいです。ありがとう。みんな、一緒にずっといようね。約束。ありがとう、夜遅くに。みんな早く寝るんやで。わかった？レイも早く寝ます。おしめんすぎる。ん？ジオンさんとレイポン推しってことですか？じゃあ。それでは、寝たいと思います。みんなありがとう、夜遅くに。バリア張って寝ます。バリアがわからんかったら、どうしよう。調べて頑張りたいと思います。バイバーイ。おやすみー。大好きー。4日間ありがとう。